はい。ということで、えー、本日はですね、ちょっと気になる、あの、ワードがツイッターのトレンドに入っておりまして、東京ハックそして吉田晴美というワードがトレンドに入ってたんですよ。え、これなんでなのかなと思って、見てみたら、 なんとですね、あの令和新選組の支持者さんが、あの、ぶち切れてたっていうことで、ま、ずはこの東京ハック問題っていうのがなんで今、こう、ツイッターでね、ちょっと再燃してるのかっていうところでしたり、まあ、次の、え、新選東京ハック、ちょっとどうなってきそうなのか、えー、こちらについてね、ちょっと触れていきたいなというふうに思います。はい。はい。石原信手でどうなるっていうことで、 はい。じゃまず何があったのかと言いますと、え令和新選組の衆議院議員の櫛渕真理さん。まあ、令和新選組、今、共同代表もやっている方になるんですけども、えそこに懲罰動議が出されました。えー、自民党、公明党とかこう、与党だけではなくえ、立憲民主党さん、維新さん、国民民主党さん、まあ、いった野党も含めてこう提出されましたっていうような、えー、状況がございまして、で、その、 懲罰動議の賛成者の中に、えー、立憲民主党で前回衆院選東京ハックで当選していた吉田晴るさんの名前がありました。で、この吉田晴るさんっていうのは、まあ、前回言ったら、えっ、ー、と、えー、吉田晴るさんが自民党の石原信照さんに、えー、勝つために、まあ、その協力する形で山本太郎さんとかこうして自分から降りて、それで吉田晴るさんの応援に入ってたんですよ。で、言ったら吉田晴るさんはいったら令和新選組とかの、まあ、応援もあって当選したんですけど、その あの吉田はるみさんがこの令和新選組の串口真理さんに懲罰動議に賛成したってことで、お吉田はるみに叫んなみたいなお。選挙での恩忘れたのかみたいなね。お令和新社なめてんじゃねえぞ。あの時選挙、東京博で応援しなければよかったみたいな形で、吉田はるみさんに対して今、令和新選組の新社が今、ぶち切れているっていう、今、そういう状況になってます。なんで恩をあだで返せるのか、状態みたいなね。今、なんかそういう形で怒られてるというところになっているんですけど、じゃそもそもなんで懲罰が下ったのか。 えー、こちらについてですね、えっ、ー、と、18日の衆議院の法会議がございましてで、そこで串口真理さんが、与党も野党も茶番だって書かれた紙を壇上で掲げてたんですよ。 で、それがやっぱりちょっと良くないよねっていうところで、えー、自民、立憲、維新、公明、国民さんが提出して、まあそこで、えー、懲罰動議が出されましたっていう感じだったんですね。で、これ、いきなり懲罰動議出されたってわけじゃなくて、ちょっと前触れみたいなのもあったんですけど、えー、と5月の12日に大石昭子さん、まあ大阪5区の方で、まあすごいね、かなりこうメディアとかでもかなり話題になっている方になるんですけど、大石昭子さんの、あのー、岸田総理のあタイムス信に出ていた、あのー、 写真あるんですけど、そこにノーって書かれたものを掲げて、これ、男女でやられてましたと。で、これも厳重注意を受けたんです、先に。で、厳重注意を受けた後に、ちょっと別の串内マ里さんが、男女の方で、与党も与党も茶番だって書かれたところでえ、懲罰まで動いたっていうような感じになってます。はい、でこれに対しては、まあ、多くの えー、言ったら自民、立憲、維新、国,国民の方も出されているぐらいなので、多くの国民に関しては、まあ、こう懲罰に感謝、賛成している方もいるんですけど、れいわ新選組の新持さんからすると、まあ、言ったら櫛伏さんとか大井さんも戦ってくれているっていう感じで見ているので、その懲罰自体がおかしいって感じで主張されているっていう、まあ、そこは支持者さん同士でかなり見え方も違うというような感じになっているんですけども、まあ、そこで、まあ、あの本当にその東京ハックっていうところが、かなり こう与野党統一候補のすごい象徴的な選挙区になってまして、まあ、そこでトレンドに上がってるのかなってところでございます。じゃあまずこの東京ハックが何があったのかっていうのをもう一度ちょっと整理させていただければと思うんですけども、えっともともとこの東京ハックでは杉並区とかの場所になるんですけど、野党がめっちゃ強い時期なんですよ。 ただ、それでも、石原信照さん、もうそれこそ大臣とかもずっとやっていて、一時自民党のね、えー、総裁の選とかにも出られてたっていうような方になってまして、なんだ石原派っていう派閥のトップまでやれているもう重鎮の方ですよ。で、その方がずっと当選してたんですけども、この野党が強い地盤で石原信照さん勝ってたのが、一体野党が彼分裂してたと。 だから野党が、まあ、ったら共産党さんとか民主系の方とか、これ、まとまれば石原信晃さんの票を上回ることができたのに、それをやってなかったとっいうことで、まあ、それ、野党共闘していきましょうみたいなところがまず一つございました。はい、えそこで、えー、最終的に、まあ、それこそ衆議院の解散のにまに、まあ、共産党さんと立憲さんの一番最後のこうした調整が行われたのが、この東京発掘っていうぐらい、ギリギリのタイミングでもともと立つようだった 共産党の校舎が、えー、降りてみたいな形で,で、かつ山本太郎さんも元々こう東京発掘で出るって言ってたんですけども、山本太郎さんも、えー、こう出馬辞退して,てみたいなところがありまして、本当に校舎を下ろして、吉田は美みさんに協力して、吉田は美みさんが石原伸晃さんに勝てた。なんだ石原伸晃さんが、えー、比例活もできなかった、完全落選というところで、まあ、前回の2021衆院選のもう一番のなんかこうハイライトじゃないですけども、まあ、そういった選挙区になりましたと。 で、そもそもじゃこの東京ハック山本太郎さんがなんで降りたのかっていう、えー、ところになってくるんですけど、山本太郎さんが東京ハックで立候補表明したっていうのがかなりこうざわつきました。 はい。なぜなら、立憲民主党で吉田晴美さんという方が、もうずっとその選挙区で、えー、活動していて、まあ、2017年も衆院選も出たんですけど、そこも落選してしまいました。で、今回も、県、えーまあ、道長来じゃないですけども、何年間もかけて、もうずっと当選するために地元で這いつくばって活動してきました。それなのに山本太郎さんが出てきて、これは何なんだみたいな感じで、立憲民主党の支持者さんとかずっと怒っていた感じなんですね。ただ、山本太郎さんにはそこに、ちょっと大義名分みたいなのがございまして、 えと令和新選組もね、東京都内で、えー、何選挙区か校舎を立ててたんですけど、東京5区、7区で校舎を下ろす代わりに、えー、山本太郎さんを東京ハックで出るっていう、立憲と、これ、令和での調整みたいなのがあったらしいんですね。はい。で、しかもこれ、山本太郎さんから提案したわけじゃなくて、えー、立憲民主党側から提案してたと。はい。で、立憲がさすると、ちょっと、山本太郎さん、ハックどうですかみたいな感じで提案してたらしいんですね。 これなんか手塚よしおさんとかがね、絡んたっていう話もあるんですけど、で、えっ、ー、と、あ、これ立憲の東京都連の官庁をやってた方ですね。はい。で、それに対して、まあ、立憲同士での調整ができてなかったみたいな形で、吉田晴美さんとか支持者さんが反発して、でその怒りの矛先が手塚さんとかそっちじゃなく、や山本太郎さんの方に支持者の怒りがいったっていう、めちゃくちゃ叩かれてたんですよ、当時。多分、えー、僕は見てた時に、 これでも党でった立憲の東京都連の幹事長の手塚さんと山太郎さんで調整しいたとしたら、普通、怒りは手塚さんの方に行くのが筋だと思うんです、それが山本太郎さんの方に行ってたっていうところで、まあ、そこで野党統一でもちょっと混乱してたっていうところもあって、山太郎さんが最終的に降りて、最終的には、えー、と比例の単独の方に、東京ブロックの方に行きましたっていう流れがあったんですね。 なので、まあ、言ったら、この見方からすると山本太郎さんがす大人の対応されて、まあ、言ったら別に山本太郎さん、この筋的にいくと、あのー、強固突破してもいい流れではあったと思うんですけど、それでも、えー、自ら降りて、吉田亜美さんに協力する形にした。だから令和からすると、もう、かなりかしがある状態なわけなんですよ。この流れから言うとね。はい。その時になんか枝野さんも、 なんか困惑してるみたいな発言をしていて、だから枝野さんはもしかしたら絡んでなかったかもしれないんですけど、え少なくとも、この、え、立憲民主党のせ選挙とか取り仕切っている方たちに関してはえ、そこは知っていたみたいな話がありましたて、というとこでね、はい。っていうのが、えまず一つございました。そこでなんかね、平野さんとか小沢さんとかそういったとこも絡んできてるみたいな話もあったんですけども、はい。っていうようなえ状況でございましたと。はい。で、まあちょっとそういう状況があって、まあ今回、吉田美さんが、こうね、 あのー、くしぶりさん懲罰に対する、えー、ここに賛成されたというところで怒っていらっしゃるということなんですけど、じゃあちょっと今後ね、えー、次回の東京ハックどうなっていくのかなというところをちょっと考えてたんですけど、えー、まず吉村晴美さんはえ、もう先に言います、僕はもう普通に当選すると思ってます、はい、衆院選ねなんでかっていうと。かとう まず、今、ちょっと杉並区に関わる状況っていうのが、2021年からも変わってきてまして、まず区長が2022年え、岸本里子さんっていう女性の区長になりまして、あの野党系なんですけど、誕生しましたと。これ現職に対して勝つってこと、かなり衝撃的だったんですけども、で、この岸本さんっていうのはかなり結構メディアとかも今ちょいちょい出てたりとかしていて、で、しかもね、あの、2023年は杉並区議選で、 ま言ったら自民党の現象が斜め落選するぐらい、まあ、区長派がかなり語れましたっていう状況だったんですね。で、自民党もかなり落選したんで、もうこの東京ッ区、まあ杉並区に関しては、もう自民党の足腰がかなり低下していると。 で、かつ次の東京ハック自民党誰が出るのかっていうと、また石原伸晃さんが出てくるっていう支部長になってるんでね。石原のテルさんが、えー、県の長来を目指してるっていう、えー、状況になっているので、で、今、前回よりも石原伸晃さんかなり状況が悪い状況になってると思うんですよ。それでも出てるっていうので、まあ、新婦吉田はみさんにとっては今有利になっていると。しかも岸本佐藤さんと多分パイプ強いんで、はい。今そういう状況になってます。 じゃあ、野党共闘を行われるのっていう、一本化するのかっていうところになってくると思うんですけど、になってくるのが、やっぱ泉健太代表がね、共産党と選挙協力しませんみたいなね、方針を発表されまして、えーみたいな、え、いけるみたいなね、えー、感じになってると思うんですけども、そうすると共産党さんはね、別にこう、東京ハック前回も出そうとしてて、もう完全に協力する代わりに、吉上さんに協力する形で下ろしたって形になるので、もともと出したい選挙区であると思うんですよ。なので、全然出す可能性もあるから、ただこの、 岸本聡子さんのこのね、野党でまとまっているっていう流れを止めないっていう判断もするかもしれないなんていうところになるんですけど、最終的にどっちを選ぶかっていう感じですね。で、令和新社はもう、純粋立憲民主党に対してまあぶち切れている状況なので、こう吉田アルミさんの件だけではなくて、そもそも江田野さんが、あのー、前回の衆院選で、まあ、えー いずれね、5%、減税5%というところを、まあ、協力してきますよみたいなところで、消費税減税というところもね、令、え、和、ー、さん、えー、立憲民主党さんも、令和さんのもう減税というところに対して乗っかる形で、えー、協力しましたと。でも、衆院選で負けた後に減税は間違いだったってこう枝野さんがこう発言したってことによって、令和新選組の支出がぶち切れでと。まあ、言ったらもう、減税というところは令和さんだから本当に。 もう核となる首相になるので、それを間違いだったっていうところで、じゃそもそもなんで協力してきたのっていうね、ところになってくるので、まず枝野さんに対してはブチギレてるってところなので、まあ、令和さんからすると、もうね、立憲民主党に対して、もう協力する義理がないみたいな、えー、感じになってるんじゃないかなというふうに思います。はい。ただ、山本太郎さんはぜ、えー、その後参院選の東京選挙区で受かってるんで、これ東京ッ区にそもそも校舎を建てる、まあ、言ったら、えー 選挙で勝てる候補者ってなかなか人材いないと思うんですよ。なので、比例復活でもいいから、あの出るったりとか、もう党の比例票のためにとか、杉並区で出してくるのかっていうところが、もうちょっと注目なのかなというふうに思います。で、あとですね、これ吉田晴美さんにとって有利なポイントと言いますか、もともと、えっ、ー、と、この東京ハックで民主党系で出馬していた円より子さんという方がいらっしゃるんですけど、その方が国民民主党で東京17区の支部長になってるっていうところなんで、この東京ハックではいないと。 なので、国民民主党さんが、この川由頼子さんで東京ハックで出るってなったら、多分ちょっと、票削られる感じだと思うんで、嫌な存在だったと思うんですけど、そこがないっていうことなので、まあ、これ、吉田あゆみさんにとってプラスになってるのかなというふうに思います。あとは、維新賛成党まあ、国民民主党、トミ,トミファーハーソンもね出すみたいな、新ン出すみたいなね、今日ニュース出てましたけども、はい、そこは出てくるのかどうかで、かなり構図的にもね、変わってくるんじゃないかなというふうに思うので、まあ、ちょっとここはね、動きっていうのは注目なのかなというふうに思いますということで、 まあ、あのー、東京ハックね。はい。ちょっとどうなるのか。ね。まだなんか、令和さんからすると、吉田亜美さんがまだあんま説明しないみたいな感じで言ってますし、なんなら、え前回の衆院選の東京ハック、衆院選中に山本太郎さんが吉田亜美さんとね、一緒に並んで応援演説したりするみたいな光景もあったんですけども、今回、え次の衆院選ではそこがあるのかどうかっていうのもちょっと注目なのかなっていうふうに思います。はい。 まあちょっとですね、はい、今後もちょっと東京ハック、また盛り上がる選挙になると思いますので、注目していきたいなというふうに思います。えぜひチャンネル登録、そしてグッドボタン、よろしくお願いします。